全然見ない試合なんかもうムカついて理事国めちゃくちゃ潰してたもんそれはすげえ覚えてる。でコーチとか行って、はい、ベンチに入れない選手、はい、もう2人3人じゃん一応ほら20人で、18人で入るっていう、そうそうそう、だからもう屈辱的じゃない。いやそういう悔しいのがめちゃくちゃ残ってるから、でメダルかけられてる時とかのもやっぱ優勝チームなのに、はい、ずっと下向いてるからね写真とか。マジですか。それをあえて撮ってるけどね。